ドミティラでカストロカンとイメロはブラジル貴族皇帝ペドロ一世の愛称ドミティラとも呼ばれた陸軍軍人の娘としてサンパウロで生まれた1813年に下級士官のフェリシオピント・コエリョと結婚3子を設けた1822年当時ブラジル摂政でサンパウロ滞在中のペドロ王子と出会ったペドロはドミティリアを 首都リオデジャネイロへ招き、彼女を皇后マリア・レオポルディナの助官に取り立てた。この頃、ドミティリアは夫フェリシオとの結婚を無効にした。1823年、リオデジャネイロのバラオンデウバ通りに、ドミティリアは初めて邸宅を与えられた。1826年には、ボアビスタ王宮近くに、 通称カーサ・アマレーラという邸宅を与えられた。またドミティリアは、テオドロ・フェレーラでアギラルの邸宅を買い上げ、新古典主義建築様式に改装した。ペドロ一世との間にご死を設け、そのうち二人が成人した。1825年10月、ドミティリアは、初代サントス施爵夫人の称号を授けられた。翌1826年にはさらに上の称号である。 サントス公爵夫人とされた。彼女の両親も工遇され、兄フランシスコは陸軍で昇進した。ドミティリアは、ペドロの制裁である皇后、マリア・レオポルディナに激しく嫉妬した。自分の産んだ、ペドロの血を引く、子供たちが、ニコミコラと平等に扱われるよう求めた。ペドロ一世は皇后に配慮することなく、着手と諸子を分け隔てなく宮廷で育て、良い教育を授けた。 1825年12月2日に、マリア・レオポルディナが待望のミコ・ペドロであるカンタラを、産んだ。同じ月に、ドミティリアが男児を産むと、ペドロは諸子に、ミコと同じペドロであるカンタラの名を与え、ミコと諸子は並んだゆりかごの中で眠った。1826年12月11日、以前より体調が悪化していた皇后、マリア・レオポルディナが、南山が致命傷となって死去した。 ブラジルの世論は、皇后が存命中に受けた苦痛と屈辱の責任は、まず第一に、サントス皇爵夫人が負うべきだとみなした。摂政王子ペドロは、ナウテの女たらしとして有名であった。1826年当時、フランス人女性、アデール・ボンプラン、セスプ人、ドミティリアの実施ソロコバ男爵夫人、マリア・ベネディタラが愛称として挙げられていた。百二十九年、 ペドロ・一世とドミティリアの関係は破綻した。当時の世表によると、実子、マリア・ベネディタが、ペドロ・一世との間に、諸子、ロドリーゴ・デルフィムを生んだことで二人の関係を知った、ドミティラが月光し、姉を大出しようとしたためだと言われている。しかし、別離の最大の理由は、ペドロ・一世が、ロイヒテンベルク公女、アメリード・ボアルネとの再婚を望んだためだった。 1827年以降、家父となった、ペドロ一世は、ヨーロッパ王族の高貴な血を引く女性との再婚を考え、花嫁探しのために大使を派遣した。ところがペドロと、ドミティリアとの関係が、マリア・レオポルディナを苦しめ、死に追いやったと欧州でみなされており、数人の姫君から求婚を拒絶された。ロイヒテンベルク、公焼側との交渉にあたり、ペドロ一世は、 ドミティリアをそばから遠ざけ、帝国外へ追放することを表明して、アメリーをようやく迎えられることになったのだった。1833年、ドミティリアは、陸軍旅団長、ラファエル・トビアシュでアギラルと再婚し、彼との間に4校も設けた。老齢に達したドミティリアは、貧者や見捨てられた病人への支援活動を行う慈悲、深い女性となっていた。1867年、 ドミティリアは、長園で亡くなり、自らが寄贈した土地にある、コンソラサオン墓地に埋葬された。ありがとうございます。